ここで何している？おぉ、パパここで何している？おぉ、ここで何している？おぉ、あれ？エイシンくん？やめろ、俺くん！はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはなです。はい、今日はですね、いろいろあるんですけれども、スターウォーズ系でございます。はい、これいいね。このボイスチェンジャー、今までで一番声が響いてる。ここにスイッチがあります。おーっと、エジン君もかぶってみてください。でっか、でかい、でっか、でかい、でかい。サイドメニューがまだいい。でかい。すごいね。なんか面白い。逆になんか面白いよ。すごい。これで声もすごく響く。うん、怖い、怖いわやっぱ。ブラックシリーズのストームトルーパーのヘルメットでございますね。はい、去年はね、あのカイロレンのブラックシリーズのヘルメットを買ったんですけれども、今年はねローグワンなので。ストームトルーパーが出てましたね。あとシャドウトルーパーもあったんだけど、シャドウトルーパーはとりあえず今は買っておりません。はい、はい、で今日はですね、このヘルメットをかぶりながら、このチョコエッグ、フルタのチョコエッグじゃなくてちょっと海外製のやつ、うん、これをですね、うちの奥さんが見つけて買ってきてくれました。はい、あとですね、このディズニーストアでこれなんか安売りしてたのかな、よくわかんないんだけど、スターウォーズのカップ、お、うん、それとお皿うん、があったみたいなので、これも買ってきてくれたんで、これすげえ、うん、これ開けていきましょう。これもね、はい、じゃあこれかぶりながらやった方がいいかな。まあこれ開封するのはね、けどチョコエッグは当たった方がいいよ。あと、じゃあこれとりあえず開封しましょう。とりあえずこれ開封しましょう。はい、はい、あっ、お皿が4枚入ってました。BB-8 と R2D2、ダース・ベイダーとルーク、R2D2 とジャワ、それとダースベイダーですね。はい、あとカップの方はダースベイダーとストームトルーパーいっぱい。はい、チューバッカやスリーピーオーやハンソロやアートゥーとかレイヤーとかルークがいるスターウォーズと書いてある。そうだね、イオークだね。あ、イオーク族、これはフォースの覚醒だ。うん、キャプテンファズマやらカイロレンやらレイやら、うん、あ、スリーピーオーの手が、手が、ね、左手がね、肩は赤くなってね。なるほど、なるほど。ってなるよね。これらはですね、プラスチックじゃなくてメラミン樹脂ですね。はい、あの落としても割れないやつです。はい、はい、じゃあチョコエッグ3箱あるので開けていきましょうか。はい、1箱にまた3個入ってたね。うん、ラインナップこういう風になってるみたいですね。はい、時代はもうバラバラですね。うん、中開けていきましょうか。はい、今回は組み立てるってわけじゃなくて、もういきなり中にそのまま入ってるっぽいからね。どう、あ、美味しい。うん、なんか海外製のチョコエッグってなんかね、美味しくない時あるからさ、たまに、うん、あの砂みたいな、砂っていうかなんか変にかザラザラした味のチョコとかあるから、うん、これ美味しい。うん、あ、よかった。アドベントカレンダーと同じチョコ。あ、そう、よかったね。うん、はい、じゃあ2種類のカプセルが出ましたね。うん、これなんか半透明のやつと透明のやつ、うん、ねえ、タイプが違うんだろうね。うん、開けていきましょうか。じゃあ、はい、これどうやって開けるの。開いた、開いた、何が出た。あ、これも開いた。レイヤ姫、レイヤ、え、クリア、クリアのレイヤ姫。うん、パパは、あ、 3PO と R2D2、 これだ、これ消しゴムだ。こういうものが入ってましたね。これなんだろうね、多分プラスチック樹脂みたいなのね。うん、レイヤーが2つ出ました。はい、オビワンが2つ出ましたね。はい、あとこちらヨーダも出ましたね。はい、そしてクリア、最後はグリーバス将軍ですね。はい、これはすごくいいね。うん、うん、続いてこちら消しゴムですね。はい、R2D2 と C3PO です。こちらボバフェットの消しゴムですね。はい、最後にクローントルーパーの消しゴムです。そうだね、変わった、チョコエッグでございましたね。はい、はい、ということで今回はスターウォーズのブラックシリーズ、ストームトルーパーのヘルメットとお皿やコップやチョコエッグでした。は
はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、では今日もやっていきましょう。質問コーナーカラー RGB さん、東映ヒーローワールド限定でデラックスレッツゴーイチゴガシャットが売ってますよ。知ってます。はい、この前行ったんです。うん、ところがもうお店が閉まってました。はい、あーっていうね。そう、あ7時ぐらいに行ったらもう閉まってたね。うん、多分6時ぐらいで終わっちゃったのかな、その日はね。うん、スケアリーさん、今度運動している動画撮ってください。うわー、運動ね、2人とも超苦手だからね。取れるかもしれないけど取れないかもしれない。小豚3匹の3寸劇最後にあった方がいいですね。あ、そうだった。あ、今回ね、ちょっと初めて寸劇最初に持ってきちゃったんだけど、はい、ダメだったか。じゃあまたこれは検討したいと思いますね。はい、ヒーロー&子供チャンネルさん、寸劇いつも楽しいですよって。 あ、ありがとうございます。嬉しいね。はい、あのこちらがね、ほぼほぼ楽しんで撮ってるだけだからね。はい、それが皆さんも伝わって楽しんでいただければ本当に嬉しいですね。はい、はい、ということで今日のですね、スターウォーズの動画の、コメントは、次の動画の最後の方でお答えしたいと思いますので、はい、こちらの方にもコメントいっぱいくださいね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。これね、下のコスチュームはファーストオーダーストームトルーパーなんだよ。ああ、気づいた人いるかな。ねえ、うん、あの勝俣さんとコラボした時にね。あ、そうそう、使ったやつ。はい、途中で気づいた人いたらなかなかのスターオーツですね。うん、これはあのこれと合ってないから。